12。確か前ここで終わったんだよね。うわ、めっちゃ久しぶりに12歳やる。前回のやつどういう内容か忘れちゃったよ。うわ、やっぱり考えられない。そうかな、想像できないことじゃないと思うけど。ちょっと待って、本当に忘れた。なんだっけ。綾瀬はオズの魔法使いの本読んだって言ってたよね。ああそう、オズの魔法使いだ。本を読んでいる時は自然と主人公の気持ちになってたんじゃない。それ女が言うのならわかるんだけど、男が言うと気持ち悪いよ。その時はそうだった。私がドロシーになってカカシやライオンやブリキと一緒に旅をしてな。そうだね。実は俺さっき先生に呼ばれて。あ、先生に呼ばれたんだよね。確か花火が問題児で、花火に行っても何も変わらないから、代表として彼氏のタコウくんが先生に呼ばれたんだよね。かわいそうだな、タコウくん。そこは覚えてる俺。この劇の舞台監督をやってくれないかって頼まれたんだ。あ、そうだったんだ。向いてないと思うよ。舞台監督って劇全体を取りまとめる役。よく知ってんな、12歳で。簡単に言うとそんな感じ。どういう会話だよ。舞台監督となったら責任重大だし、俺にできるかどうか自信がなくて。いや、自信があるやつの言葉だよそれ。すぐにやりますって返事ができずにいたら。返事ができずにいたら先生は考えておいてって。そうなんだ。もし舞台監督をやったらこの7日間はみっちり忙しくなる。まあ当たり前だね。まあ小学生の行事だからそんなハードではないと思うけどね。まあ小学生にしては大変かもね。そんな大変な役を引き受けられるのかどうかと思うし。うわ、なんかうぜえ。俺なんでもできちゃうよみたいな顔してる。ぶん殴りて。その一方で、その一方で二校合同で取り組む劇っていう滅多にない機会だから。あ、別の学校もだよね確か。頑張って挑戦してみてもいいのかなと思う。あんだけ言っといて結局やる気あんじゃねえか。そんな風にちょっと重く考えていたんだけど。重く考えすぎだわ。メンヘラですか。綾瀬と話して。綾瀬何も言ってないよ。自分だけじゃない、みんなそれぞれの思いがあるんだなって。そう思ったら。もうこの子たち高校生よりすごい会話してるよ。それ自覚してるよね。なんだか気持ちが楽になった。よかったじゃん。タコ、どうなるかわかんないけど、私タコのこと応援してるから。どうなるかわかんないけど余計じゃない。花火ちゃん、ありがとう。綾瀬、そこなんか言えよ。タコ、俺も綾瀬のことどんな役どんな係でも応援してるよ。綾瀬ちゃんはね、タカシが似合うから。うん、お互い頑張ろう。うわ、リア充してる。ムカつく。こんなナレーションのとこにもリアルで充実してるんだこのパンダ。次の授業始まる、行こう。てか小学生って屋上入れるの。うん。そして午後、お、体育館。青葉賞のみんながやってきた。青葉賞の子やってきたんだ。どんな子だろう。学校で会えるなんて思わなかったね。まあ別の学校ですからね。僕もね、顔がない人と会えると思わなかった。いつもは直でしか会えないもんね。うわ、闇深そう。電話番号交換したりね。今ではスマホとかがあるからね、それで連絡取って遊べばいいのにね。女って何考えてるかわかんねえな。まあ男もですけどね。久しぶり。お、誰だ。学校は別でも幼稚園からずっと仲良しだもんね。なんかめっちゃモブキャラのやつ話してるやん。主人公出せよ、誰かわからんけど。塾とか幼稚園の頃の友達とかで、友達同士の子もいるんだ。世界は広いね。ゆいちゃん。お、誰だこいつ。え、めっちゃ俺みたい。共通点赤髪しかないけど。あ、稲葉くん。あ、稲葉くん。誰かわからんわ。塾じゃない場所でゆいちゃんに会えるなんてなんか新鮮。うわ、こいつ絶対ゆいちゃんのこと狙ってるやん。わかる、俺も狙ってるもん。学校でのゆいちゃんの顔を見られて得した気分だよ。うわ、ちょっと気持ち悪い。こいつ絶対将来ホストやるタイプだ。すごい偏見だけど。どこかで見たことあると思ったらゆいちゃんの塾のお友達。みんな塾に通ってるじゃん。花火も頭悪いんだから塾に通うよ。彼が噂の檜山のライバルね。あ、檜山のライバルなんだ。あれだよね、ゆいちゃん檜山と付き合ってるもんね。じゃあ最低のやつじゃん。マリ、そんなんじゃないよ。君が花火ちゃんで、君がマリンちゃんだね。ちゃんと覚えてるんだ、頭いいねこいつ。まあ俺も覚えてるけどね、さすがに。右が稲葉で、左がうんこ。ゆいちゃんの言ってた通りだったからすぐに分かったよ。どういうこと。ちょっとそれは悪意あるな。絶対ゆいちゃんさ、頭にうんこ乗っかってるやつとか絶対言ってたでしょ。かわいそうに。まあ俺が言ってんだけど。稲葉くん、噂通りの女の子キラーね。小学生が女の子キラーなんて言葉使う。使わないよね。二人ともよろしくね。こちらこそよろしく。花火はやっぱ相変わらず男好きだね。
タカオと付き合ってるのにも関わらず、どんな男と話してもすごいキラキラしてるからね。すごいいい子とかじゃなくて、本当に花火は男好きなんよ、みんな。うちの学校、賑やかだけど、まあよろしくね。いや、賑やかじゃないね。バカが多い。それを言うなら、うちの学校だって…え、なに？あなたの学校にも頭おかしい人いっぱいいるの？もう二人の学校合わさってさ、動物園の出来上がりじゃん。やたらテンション高いやつもいるし…あ、こっちにもいるわ。タケシみたいなやつが。おい、イナバッチ、こっち来いよ。誰だ？噂をすれば、テンション高めのやつが呼んでる。え、なんかいい声してたよね。すごい気になるな。どんな顔してるんだろう。イナバ君、学校ではイナバッチって呼ばれてるの？ね、なんかたまごっちみたいだよね。まめっち口パッチみたいな。そう呼ぶのあいつだけだよ。ゆずき、今行く。脈割りかな。行っちゃった。行っちゃったね。あ、ゆいちゃん、あそこ。あそこって何？あそこじゃわからん。山、ま、青葉の女子に囲まれてる。うわ、それは大変じゃん。青葉小の子たちが心配だわ。あらら、うちの学校の檜山ファンと睨み合い。檜山ファンなんているんだ。絶対頭おかしいやつじゃん。止めなくちゃ。ちょっと行ってくるね。いや、ゆいちゃん本当にいい子だね。まあ檜山にとってはね、余計なお世話だけどね。せっかくね、ハーレム状態になってるのに、ゆいちゃんがね、話しかけてきたらね、周りにいた女の子たちがね、去っちゃうことになるから、ゆいちゃんと別れな。で、俺がゆいちゃんと付き合う。どう？いい話でしょ。私も一緒に行くわ。マリンちゃんに関してはめちゃくちゃ暇人だからね、もうマックのおまけみたいな感じでついていくんでしょ。うわ、花火ぼっちだ。かわいそうに。なんかあっちこっちですごい盛り上がってるね。そうだね、盛り上がってるね。ほんと動物園だ。タカオ、タカオくん毎回思うけどさ、このポーズ癖なの。この1週間みんなで協力していいお芝居ができるといいね。もう芝居しなくてもさ、この子たち勝手にお芝居できてるんよ。タカオ、誰だ？もう塾の友達が呼んでる。行ってくるね。うわ、タカオくん将来絶対花火ちゃんに構ってあげないタイプじゃん。もうわかる。大人になったらずっとエイペックスしてそう。いや、花火一人にするのはやばいだろ。タカオ、ああ、花火ちゃん多分遊ばれてるね、タカオくんに。きっと舞台監督をやるかどうかまだ悩んでいるよね。うわ、かわいそう。女の子ってやっぱこういう風に捉えちゃうよね。すげえ悲しい。めちゃくちゃ裏ありそうだけどね。どういう結論を出そうと、私はいつでもタカオの味方だからね。うわ、かわいそう。花火ちゃん男運ないね。絶対タカオと別れたら Tinder やるじゃん。こんにちは。誰か話しかけてきたね。はじめまして。あ、話しかけてないんだ。周りの会話かなこれ。ややこしい。こんにちは。あ、花火が話しかけられたのか。やっぱ教えな、花火って。ゆうせ、花火です。よろしくね。えらい花火ちゃん、めっちゃ緊張してるね。ねえ、あやせさん、早速だけど。何？今話していた男の子ってタカオくんでしょ。うわ、こわ。待って、女の子になった気持ち。俺が女の子はこういうので喧嘩になったりするんだよね。いじめられたり。うわ、すごいゲームだなこれ。あれ、どういうこと？なんかからかってるわけでもないね。噂通り超かっこいいね。まあ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 、そうでしょ。うちの彼氏かっこいいでしょ。山崎健人何回か殴った顔してるけど。ねえ、タカオくんってどんな男の子なの？タカオくんはどんな子？タカオくんはめんどくさい。好きな女の子のタイプ知ってる？知ってたら教えて。あ、タカオくんが好きな女の子のタイプか。あいつはね、女遊びすごいから基本可愛ければドストライクだね。花火ちゃん、それにどう対応する？すごいコミュ障発動してるね。なんて言おう。ブスはあっち行けって言うんだよ。それが女の子だよ。実は私が彼女です。なんて言えないし。そうだね、それは言えないね。いじめに遭うし、殺されるし、誹謗中傷にも遭うからね。どうすんの花火ちゃん。あのねあ、これ俺が選ぶんだ。めちゃくちゃ面白いじゃん。言葉を選んでね。黙っていよう。彼女がいるみたいだけど、頼りになる男子だよ。やっぱね、たとえゲームでもね、ちょっと悲しい思いはさせたくないからね。こいつらと話すのめんどくさいし。だからね、彼女がいるみたいだけど攻めます。みたいだけど。
そう、それが花火ちゃんと言っちゃいな。やっぱり彼女いたんだ。まあ、どうせバレるしね。でもさ、でもさ、彼女がいたっていいよ、あんなにかっこいいんだもん。今お前と話してる情けないやつだよ。もしかしたらこの7日間で、この7日間で彼女よりもうちらの誰かを好きになるかもしれないじゃん。え、それめっちゃいいじゃん。どうぞどうぞ。きっしょ。わかるわ。マリンちゃん助けて、大変なことになってるの今。マリンちゃん、マリンちゃん、恋にありえないはないってお姉も言ってたことがあるわ。こいつどうしようもねえわ。あなた誰？まあまあちょっと話を聞いて。青葉賞のみんなには残念なお知らせだったと思うけど、やっぱマリンちゃんはね、こういうところが心強いよね。高尾にはラブラブな彼女がいるの。じゃあよ。でもマリンちゃん絶対友達たくさんできるから。あ、関わっちゃいけない友達ができるけどね。それがこの子、花火なの。え、マジで言っちゃうの？え、それやばくない？うわ、花火さ、マリンちゃんの友達今日やめな。マリンちゃん、うわ、裏切られたね。やっぱたとえ親友でもね、裏切るやつは裏切るんだよ。だって人間だからね。